戦不平隊は1939年に制作された日本のドキュメンタリー映画である。亀井文雄監督、東方映画文化映画部制作。内容が沿線的と問題となり、検閲の上で上映は不許可となり、公開禁止となった。その後ネガは処分され、幻の映画とされていた。白黒映画、80分だが現存するのは66分のみ。 1937年に始まる日中戦争下に戦意公用を目的として陸軍省報道部の講演の下東方映画文化映画部が企画制作したすでに上海市内事変広報記録マイナスなどの戦記ドキュメンタリー映画を監督した実績がある亀井が監督に抜擢され撮影は監督の亀井をはじめカメラマンの三木茂、瀬川淳一 録音技師の藤井真一らが約5ヶ月武漢作戦に従軍して撮影された。亀井は当時のニュース映画や戦争映画に兵隊が城壁の上で日の丸を振って万歳参照する映画が氾濫していたためこれらとは違う映画を作ろうと考えていた。陸軍からの支援が少なかったことも戦闘シーン中心の構成を変更するきっかけになったという。亀井は 戦争の中絶を内心願っていたのは確かだが、撮影で中国人と触れ合う中で、戦争で苦しむ大地、そこに生きる人間、馬も、一本の草の悲しみまで物がさずに記録したいと、努力したに過ぎず、本作が公開禁止になるとは思ってもいなかった。東方内では、1日に数回の試写会が1ヶ月もかけて行われ、 本作を見た多くの人物が共感した。桜井忠春や小松清も、亀井に賞賛と激励を送った。しかし、こうした、亀井の思いで制作された本作は、家を焼き払われた子供たち、ボロボロの軍旗を前に越平、夫の死も知らずに送られた妻の手紙を読む戦友、などが登場する、当時の日本軍を描いた映画ではかなり異質な作品となった。 こうした内容が内務省の検閲で沿線的な描写であり、コミンテルンの指令による新しい形の反戦的芸術、戦う兵隊どころか疲れた兵隊などと問題視され、映画は上映不許可となり、メガは処分された。亀井は1941年に治安維持法違反容疑で逮捕、投獄されて監督免許を剥奪されるが、 その理由の一つがこの映画であった。戦後、釈放された亀井は、1946年に昭和天皇の戦争責任を追求した、日本の悲劇を制作したが、これも GHQ の再検閲により、公開禁止の浮き目にあっている。ネガが処分されたこともあり、戦後長らく幻の映画とされていたが、1975年に一本のポジフィルムが発見される。 以来、上映会やビデオ化、DVD 化を通して、日本映画史上の重要な作品であると、再認識されるに至った。ただし、オリジナルのネガが現存しないため、戦死した兵士を仮装するシーンが現存していない。AB、没になった、戦う、兵隊、1億人の昭和史10不許可写真史毎日、新聞社1982年。 P120 から 123ABCD、亀井文夫、疲れた兵隊の天末期、1億人の昭和史10、不許可写真誌毎日新聞社1982年、P120 から 121ABC 沢部祐二、訳ありな映画。彩り図社2014年、P66 から 70ISBN978 から4から801300248。 佐藤忠夫、日本記録映像史評論者、1977年、131ページ、谷川義夫、15年戦争下の、文化映画、講座日本映画後戦後映画の展開岩波書店、1987年、308ページ。ありがとうございます。